牧野原トンネルとは、静岡県島田市にある国道1号、島田金谷バイパスのトンネル群、東海道本線のトンネル、静岡県牧野原市と菊川市にまたがる、東海道新幹線のトンネルである。国道1号島田金谷バイパスの代々 IC と菊川インターチェンジの間にあるトンネル。3つのトンネルが連続しており、最後の第3トンネルは R がやや大きい。 牧野原第一の峠付近で旧道の下を第三トンネルが通過する。1971年に1月共用開始。牧野原第一トンネル牧野原第二トンネル牧野原第三トンネル9、牧野原トンネルの堀入り口菊川側9、牧野原トンネルの堀出口、金谷川東海道鉄道の建設が行われた。 明治中期、旧東海道の日坂塾の前後の区間については、地上を通したのでは急勾配となり、また、トンネルとすると、当時の土木技術では、困難な長大トンネルとなることから、いくつかの迂回ルートが検討された。宇都宮峠の迂回と同様に、旧東海道から離れ、八重洲から海岸沿いに、佐ら浜岡を経由するルート、八重洲の後は、旧東海道付近に戻り、 金谷の先で日坂塾を迂回し堀の内を通るルートが検討されたが校舎が採用され金谷から南西方向に菊川流域までを抜ける薪の原トンネルが掘削されたトンネルはレンガ済みの高校を持つ単線規格で改作され巡植者を出す難工事となったそして1889年4月16日 東海道本線新橋駅関ヶ原駅間は、このトンネルの開通と同時に、静岡駅と浜松駅の東西両方向から伸びて、北線路がここで接合する形で全通した。この区間においては、開業当時は最も長いトンネルでもあった。現在、トンネルに隣接して、金谷駅が設けられている。その後、輸送力増強のため並行して1903年に、 下り線用のトンネルが掘られ複線化。1975年に新牧野原トンネルが開通し、下り線として使用。その間、旧下りトンネルの改修を行い、1977年にこれを新登り線とし、初代のトンネルは廃止された。廃止されたトンネルの高校は現在も残されている。なお、1900年5月に発表された大和田竹木、 鉄道昇華第一集東海道編においても、東ト,トンネルは近くにある旧東海道の難所であった、さよの中山と共に、24番で以下のように、歌われている。いつしかまたも、案となる世界は、夜かトンネルかさよの中山夜の泣き石とえども知らぬ、よその空2007年3月24日、望み155号がトンネルを通過中、乗客の男性が非常用ドアコックでドアを開けて、 飛び降り自殺するという事件が発生した。そのため、全列車がストップし、多くの乗客に影響が出た。ありがとうございます。